生の中では一組目の黒嫁ファンの子が良かったです。自分はキュウリや枝豆ばかり食べていたので、こいつ虫かよとか思われていたらどうしようとネガティブシンキングになり、会話に 身が入らないことがしばしばありました。しかし人生初となる初対面の女性との飲み会でしたが、実感したのは童貞という武器の強さでした。確かに、なるほど。今日からスマホにしたので、次回は渋谷や新宿のお店にも行ってみたいです、うん、女性に対して少し自信がつきました。ありがとうございました。なるほど、童貞ということを武器に。確かに武器になるな、31歳で童貞は。相手がでもさ、ほら30歳以上限定だから、うん、まあ年だったじゃん最後のね、うん、32歳とかで。だからかな。それあると思う。これ渋谷新宿の店ってのはもっと若いんでしょ、うん、ねえ、若い20代が多いんでしょ。スーッとまた買ってくるよね、うん、童貞は、うん、確かにちょっと OL のこういう年上があってのかもしれないな、うんうん、かわいいって、まあ、なるよそれは。じゃあこれからちょっといろいろ行った方がいいね、うん、いろんな店に。ラジオネーム他力本願寺の子。おい、やりちん軍団。水野さんをいじめるのもうやめてくれよ、うん、クソメンの一人として水野さんの気持ち痛いほどわかります。話を聞いて心が痛いです。あ、そう。でも今ので勇気づけられんじゃないの。うん、クソメンね、うん、とってはさ。そっか、やっぱこれをいじめと取るんだね。うん、いいね。だからほっといてくれよと。はい、うん、こっちが勝手に、うん、いやいや31歳童貞なんてダメだから、ちゃんとね、女の子と話せるようにした方がいいよと、いう気持ちでこっちがやってるじゃない。うん、でも、多分もう、この、他力本願寺の子とかクソメンからすると、うん、いやいや、それがね、その、やりちん軍団のね、うん、その、うん、モテるからって言って、その、大きなお世話、はい。ああ揉めちゃうわけ。っていうことなんでしょ、多分ね。でもね、ほっといたらもう終わりでしょ、そいつら。勇気が持てた。でもほら、水野は女性に対して少し自信がつきましたって言って。これはいいことなんだよ。やっぱやるべきなんだよ。ね、最初のやっぱ一歩を踏み出せたのよ。そうだよ。うん、ねえ、今またこういうシステムの居酒屋ができたんだから、どんどん使わないと。そうなんだよね。クソメンは。最初の一歩がね。うん。実際最初の一歩が一番重いからね。そう。それさえ超えればでしょ。うん。二歩目からどんどん軽くなるんだからね。そうか、うん、軽い軽い。そんな全然平気。これやだから。うん。水野は、はい、いいよ、うん、うん、どんどんちょっとやっていきましょうよ。あの、来てる？メールは連絡したの？その2件、2組目の女性は電話番号交換したんだよね。アドレス、うん、アドレス文書だったらいけんでしょ。水野、お、連絡してんのじゃ。うん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 、おお、飲み会が終わった後に向こうからお疲れ様でしたってメールが来た。お、あ、うん、1ラリー、1ラリーね、したんだね、ありがとうございましたと。でもいいよね、童貞っていうことをばらして、あと女性に対して、うん、こう、そういう飲み会も初めてみたいなこと告白してるんでしょ、うん、そういう初対面の人と、うん、ってことは、うん、そのメールがこのちょっとさ、下手で、不愛想な感じに見えちゃうじゃん。うんうん、でもそれが、あ、慣れてないから仕方ないよねって思ってくれるんだよね、きっとね、うん。それがそうじゃないと、なんか私にこの人興味ないのかなとか、うん、なんかメールすごい失礼で嫌な感じの人だなとかって思っちゃうところを、やっぱこれ童貞って武器で、うん、感じが悪く映んないよね。映らない。ただ慣れてないだけだって向こうは勝手に思ってくれるもんね。うん、いいように全部思ってくれる。やっぱ行った方がいいんだ、童貞って。そうなんだよ。今度部屋で遊ぼうよって言えばいいじゃん。早いわ。いや、だけど、童貞だから、うん、まさかそんなつもりはないと思うんだよ、多分、女性側は。いや、童貞だからもうすぐやりたい。いや、でもほら、その時のほら、姿勢もさ、声をちっちゃいしさ、おどおどしてるわけじゃない。だから、多分、そんなに入れそうじゃない？ご飯食べさせてくださいって言えば。あ、そう。もう、そんなの全然向こうも、警戒とかしないでしょ。水野だったら。そうか。うん。あ、じゃあ行ってみるのもいいんだね。童貞のだから本当武器ってそういうとこもあると思うよ。でもさ、水野はさ、一人目の黒夢ファンの子が良かったんだよね。うん、そこ連絡取ってない。あ、でもしげちゃんがそこ繋がってんでしょ。保護者として言ってるっていう割には自分が繋がってんだ。しげちゃん。水野のためにね。水野のためになのね。水野のために繋がってんの。
本当。そこは連絡取り合ってんの？あ、取ってんの。だ水のために連絡は、うん、やってないの。まだ。うん、まあ、これからするんだ。うん、そうか。まあじゃあ、はい、そこはおいおい。が、うん、まあ、また新しい店に行って ね、トレーニングするか。そうね。行こう行こう、どんどん。渋谷あたりにね。うん。渋谷いいね。怖くない渋谷、ちょっとデビュー。いや、渋谷はまずいよ。いや、渋谷はやばいんじゃないの？だめだよ、渋谷は、そう。うん、渋谷って童貞歩いてないでしょ？どれもいないよ、童貞なんて。え？いないいない。トールさんの方がいいかな、今度一緒に行くのも。話が、やっぱね、トールさんの方がいいもんね。でも、トールさんはモテすぎちゃって、水野が、すごいこう、影が薄くなっちゃって、ヒゲちゃんぐらいがちょうどいいんじゃないの？ちょうどいいのか。なるほど、モテないから、ヒゲちゃんは。ヒゲちゃんがすげえやっぱ不服な顔するんだよね、やっぱあの、トールさんに負けてる感じが。嫌、うん、なんですよ、ね。でもさ、すごいよね、ヒゲちゃんと、水野で行ってさ、向こうもそういうチェンジ的な雰囲気出さないんでしょ？結構だから会話が盛り上がったんだろうね。確かに。あの二人だよ、だって。ああ、確かに、こっからこう見て、ヒゲちゃんと水野二人で行って、向こうがちゃんと2時間いてくれるっていい店だね。いい店だよ。すごいよ。いや、ビジュアルはまあ正直ほんとひどいよ。最低な国だろ、だってその店で。二人は。その男の中では。うん。まだあっちの今日見てる二人の方がいいよね。いい、今日来てるね、見学に来た二人のが。非常に全然いい。でも全然モテると思うよ。うん。すごいよね。だから、優しいお店なんだよね。優しいお店だね。うん。ラジオネーム、お猿のシンバル。はい、水野さん、スマホデビューおめでとうございます。うん、童貞が武器になると初めて知りました。うん。明日からみんなに童貞アピールしまくります。確かにそうだよ。うん。それはいいよ。いいことを、本当に。うん。そうだね。気づかせてもらいましたよ。うん、ラジオネーム、インテリスタ、小木さん、八木さん、こんばんは。ツイッターを見たら、僕は、あ、俺は童貞だとアピールしてる人が増えていました。早速分かりやすいな、童貞は。早速武器使いました。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネミーキさあそんなね、うん、そんな水野のさ、はい、話もさ、うん、まあ終わって、うん、もうあれですよ、こんな季節だということになったんですよ、うん、どんな季節ですか。あの季節がやってきたんですって、うん、俺も忘れてたんだけど、うん、うん、もう今回ちょっと早々にお知らせさせていただきますよ、はい、1ヶ月後あの忘れちゃいけないお祭り、うん、はい、ね、6月、うん、あのお祭りやってきます。来月、6月11日のおぎやはぎのメガネビーキーは、第3回、クソメンが選ぶ、俺たちでもやれるはず、アイドル妄想総選挙、略して、やれる総選挙を開催いたします。もう今年で3回目になるアイドル妄想総選挙。一応説明しておきますね、はい、メガネビーキリスナーのクソメンたちがこの人はこうすればやれるんじゃないかと妄想を繰り広げ、うん、やれるセンターを決めるという夢のような選挙、はい、世間で有名な選挙は当然やれませんね、うん、ここではやれるんです、はい、なぜなら妄想だから。なるほど、はい、うん、ちなみに1回目は3位手島優、2位安田美沙子、そして1位が当時の AKB 総選挙でも1位を取った指原美乃。はい。ね、だから2冠達成したわけですね。そうか、その時の総選挙と、ね、AKB とね、こっちのやる総選挙2冠達成します、はい、うん、ちなみに3位になった手島優がスタジオ生出演しましたね、うん、はい、そうでした。そしてやれる、妄想総選挙第2回目はですね、うん、3位が